お待たせ、ケイ。遅くなっちゃってごめん。大丈夫。私もユキもついさっき入ったところだから。うん。アミヤは？まだ来てない？連絡は来てない。そっか。まだ体調悪いのかな。やっほー。遅れてごめん。あ、アミヤ。調子はどうなの？この間の徹夜がちょっときつかったみたい。でも今は全然大丈夫。そっか、よかった。それじゃあ作業に入ろうか。デモはあと少しで完成なんだけど、ユキの意見を聞かせてもらってブラッシュアップしようと思う。エナナンとアミヤにはモチーフのアイディア出しをお願いしたいな。了解。今回も頑張ろう。うん、アイディアはこんな感じかな。今回は結構スムーズにいきそうじゃない？だね。今度は徹夜なしで仕上げたいな。あ、話は変わるんだけどさ、駅前に新しいお店ができたらしいんだよね。みんなで遊びに行かない？お店？うん、いろんな VR ゲームができるんだって。よかったら今度の日曜日とか。その日は部活の練習試合だから行けない。へえ、じゃあ K は？ VR は酔うからちょっと。うう、気持ち悪くなるなら難しいか。あ、でもエナナンは暇でしょ？暇人だって決めつけないでくれる？その日はお母さんと出かける約束してるの。うわー、全滅だ。うー、行きたかったのにな。はいはい、また今度なら行ってあげるから。にしても、瑞希が私たちを遊びに誘うなんていつぶりだろう。ミステリーツアーの後からあんまりそういうこと言わなくなってたのに。もしかして悩んでたこと少しは解決したのかな。あ、みんな、今日はどうしたの？新しいデモが完成したから、またみんなで聞こうと思って。あら、いいわね。私も聞かせてほしいわ。うん、また率直な意見をもらえると嬉しいな。あら、ふんふんふん、今度の曲も楽しみだな。あ、でも曲だけじゃなくて歌詞も楽しみだからね。そう。塩だよ。えなえもん、真冬が冷たいよ。真冬のリアクションが薄いのはいつものことでしょ。っていうか何？えなえもんって。えへへ、かわいいでしょ。全然かわいくないし、やめてよね。暖かいと思う。そっか、よかった。うんうん、奏の曲今までもすっごく良かったけど、最近はどんどんいい感じになってきてるよね。さすが僕らの奏。よーし、次の MV も頑張るぞ。うん、相変わらずそんなところで見ているのね。何か問題でも？いいえ。ただ、何か気にしてるように見えたから。気になっちゃって。ルカには関係ないわ。あっちに戻ったらどう？誰かじっと見ていたみたいだけど。ああ。
水木がどうかしたのかしら。別に。あれ？水木か。あの二人、水木のことを話してるの？でも、何を。ええー、なあ。わ、な、何？何じゃないよ、もう。デモも聞いたし、そろそろ帰るよ。ああ、うん。大丈夫？ぼんやりして。ええな、もしかしてボケちゃった？ボケるわけないでしょ？冗談冗談。それじゃ戻って作業始めよう。じゃあおやすみ。うん、大丈夫。今日もバッチリ。ちゃんと楽しかったよね。